Welcome everybody to the final session of Yakuza 6, The Song of Life. Ooh, the ending of the Kiryu Saga. Let's get this started. Alright, so off-screen, and I mean off-screen, I mean I literally uploaded the video about almost an hour ago. I did the clan creator stuff, but unfortunately, I gotta finish that on this episode. So yeah, I'll probably be doing that today. あれが尾道の秘密ってやつですか。恐れ入りましたね。お前一人か。ええ。ご覧の通りですよ。四代目。さあ。何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道は大揺れですね。もうお聞きかどうか。ゆうべ。クルス・タケルも死にました。自殺ってことです。何、まあ自殺と言っているのは岩見恒雄だけですがね。まさか岩見恒雄が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話しします。So I know 岩見、 So I know 岩見。それじゃあ岩見恒雄も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、ゆうべクルス・タケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒雄は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに素骸を消して登場界のてっぺん取る腹でした。しかし素骸のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね。俺はあんたを岩見恒雄や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。老い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたもそれに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺が今ここにいるのも菅井から四代目を。菅井は岩見恒雄に登場会を丸ごと身売りする気います。広島の傘下になったら登場会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってジジイは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。
俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。All right. Well, my mullet. Anyway. God, what in the world? You can't run around now.And there was no way to run around them, I'll stop.無事か。なんじゃ兄貴、蘇我は血相変えて。ママたちは。いや、もう帰りましたけど。そうか。大丈夫だとは思うが、一応連絡してやってくれ。少しの間、この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と東条会が、俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが。大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレドにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃ。まだ大した数じゃなで。あんなら造船所で懲りたは思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、ぐずぐずしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてる。兄貴、今うちの組ってお前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。I was gonna ask a question, but I kind of realized that we don't really need to ask that question. But I'm gonna ask it anyway. Why do you have an RPG? Unfortunate.強いよ。
I forgot who I was for a moment. Well, people just spotted behind me? That didn't work. Finally. を見ててくれ。ユータに連絡を取る。ユータに？搭乗会がハルカたちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？ユータです。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういやハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。ナイス。そうか、伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。またハルカたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって？それに、Anywhere else. 意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。わかった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。わかりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。ナグモ、お前らはどうする？わしらも行きます。ハルカちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやさもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。Okay. Okay, so if I go to the
Alright, so if I go to the naval apartment or something, I think I forfeit my right to do anything else. So, here's what I want to do. First of all, what in the world is this? Okay. Well, what I actually want to do is, I'm actually not going to be a Kamurocho for too long. I want to finish up the clan creator. Haha, nope. Kamurocho. We're going to do clan creator and Kamurocho, and then we're going to go back. Okay, one moment. それでは出発いたします。バー追いかけっこでも。Guess I'm doing this. Follow the blue dot. Well, how have I ended up all the way over here? I'm about to get assaulted. Oi, Kake, Task it to the side. Nanda, my boy. You got that. Yet, to see you, Kitty Grida. Only guy this. Task it to the side. Mate, it ain't Nanda. So, not go out of the sits, Miss Mascara. I cushion you, Nikita Grosa. Oi, oi, don't go, you got, you know. Ish, Mata.なんだあんたらは、こいつとどういう関係だ。ああ、どうかお気になさらず。彼とはね、ちょっとしたお友達でして。違う。僕はこの人たちに脅されてるんです。ドローンを飛ばして、街中をビデオに撮れて。おーい、困るな、そんな言い方しちゃ。誤解されちゃうじゃないか。パッパッパッ。こいつの怯え方に。パッパッ。嘘があるとは思えねえな。だからどうかお気になさらず、とっとと消えろって。怪我したくねえだろ。仇のガキを食いもんにするなんざヤクザのすることじゃねえ。お説教どうも。お礼に二度と立てないようにしてあげるよ。Okay. いい加減説明してもらおうか。何があった？僕半年くらい前にカムロ町の公園でドローンを飛ばしてたんです。そしたらドローンの調子が悪くて、飛んでたのが急に止まって落ちちゃって、でたまたま通りかかったこの人たちに当たっちゃったんです。それは単にお前の不注意だろう。
はい、分かってます。もうみっともないくらい泣いて謝ったんです。怪我したならなんとか親に頼んで治療費も払いますって。でもこの人たちはそんなことはいいから自分たちに協力してくれって言って、それからずっとここに軟禁状態で、命令通りにカメラ付きのドローンを飛ばし続けていたんです。わからねえな、こいつらは何だってそんなことをお前にさせてたんだ。多分この町の情報を集めようとしたんだと思います。飛ばしてて分かりましたけど、人間って上から誰かが見てるなんて思ってもいないんです。周りに誰もいなければ人間何でもやれちゃうもんなんですね。上から見られてるとも知らずに。なるほどな、情報は金か。この町ならなおさらのことだな。僕なんとか逃げ出したくて、隙を見てはドローンを低空で通りに突っ込ましたりして、ドローンを捕まえようとする人を待ってたんですけど、みんな怯えるばかりで全然追いかけてくれなくて。だからあなたを見つけた時、最後のチャンスだと思ってかけたんです。強そうだし、もしこの人がここに来てくれたらなんとかなるかもって。ドローンの暴走はお前からの SOS だったってわけか。だが下手すりゃ怪我人を出すやり方だ。しっかり反省するんだな。はい、すみません。さあもう行け。家族が心配してるだろう。はい、あの本当にありがとう。こいつで情報収集か。 Alright, well, we're done with that. Now we can actually do what we came to do. それでは出発いたします。Oh yeah, I gotta make sure I buy stuff here as well. しばらく寝てろ。なんだお前ら。これはこれは奇遇会の皆さん、ガン首揃えてお出迎えいただき恐縮です。久しぶりだな、ジョー。岡田、話せないか。俺はお前と話したい。貴様と話すことなんてレインメーカーにはないんだよ。お前らのご意見頂戴をしにわざわざ来たわけじゃない。今日は最終通告に来たまでだ。最終通告？そう、お前らと我々ジャスティスの最終決戦の舞台を用意してやった。驚いたよ、ヤクザ崩れとジョーごときが作ったチームがまさかここまでになるとはね。だがその栄光ももうおしまいだ。我々ジャスティスが貴様らに引導を渡してやる。お前らが勢力を広げている間も我々は地盤を固めていたんだ。ジャスティスの総合力は前よりもでかくなった。カムロ町に今その全ての勢力を集結させた。お前らの勝てる見込みはほぼ 0% だ。お前らとはレベルが違うんだよ、レベルが。次の戦いで気流界ともどもお前の息の根を止めてやる。せいぜい楽しみにしておくんだな。おい、
岡田。何ですか、道島の竜、桐生一馬さん。お前、本当は分かってるんじゃねえのか。自分が間違ってること、お前本当は何を企んでる。企んでいることですか、桐生一馬さん。特にありませんよ。次が桐生会とジャスティスの最終決戦です。白黒きっちりつけましょう。あ、そうだ、ジョーに桐生さん、当日は傘を持ってくるといいですよ。傘？ええ、きっとカムロ町に雨が降ることになりますから。金の雨じゃなく血の雨がね。俺はレインメーカーですから。それじゃ、いよいよ最終決戦っすね。これで本当に終わるんだ。でっけえ喧嘩になりそうだな。楽しませてもらうぜ。俺も最近体がなまってるからよ、腕が鳴るぜ。行っちゃうぞバカ野郎。お前らな、トランキーロ、あっせんなよ。まあ何にしてもヤノトがいるからな。よし、桐生会の皆さん、愛しまーす。っておい、お前らやっぱりわけねえだろ。なんなんだよそれ、流行らねえよ。お前ら冷たいな。ジョフ、はい、これが最後の戦いになるはず。 Of course that will be. Feed me. いらっしゃいま。Let's finish up Clan Creator. Move out! Autobots, transform and roll out! Jojo! Jojo! Yosh! これからジャスティスとの最終決戦だ。な、準備はいいか？もちろんっすよ！ここまで来たら絶対勝ちましょうね。ジョーから一言、何か。まさか本当にジャスティスに匹敵するところまで来れるとは正直思っていなかったです。ここまで来れたのはみんなと抜け殻みたいだった俺を叩き直してくれた桐生さんのおかげです。俺が作ったジャスティスは責任を持って俺が潰す。みんな最後の戦いだ。もう少しだけ力を貸してくれ。おう、Let's go。 よっしゃ、ぶっ潰すぞこじ。おや、行きましょう桐生さん。おう、よし桐生会、出撃だ。おう、おう、うわ、おう、おう。桐生会諸君、こんにちは。尻尾を巻いて逃げるかと思ったけど、そのバカさ加減と勇気には敬意を表するよ。岡田。さてと、
じゃあさっさと気流界に血の雨を降らせましょうか。レインメーカー、何かこいつらに言い残したいことはあります？いや、特にない。そう言うと思いましたよ。さあ、気流界の皆さん、死んでしまえ。Kyugi clan, let's go. Good lord. Let's just start, yeah, start it now. Here you and Majiba, always gotta start it out. The final battle.Keep it going, guys. Akiyama. Oh god, Majima. Ow.Oh god, alright, okay. Okay. Here's what we're gonna do. Did you guys get that one? Oh, we got the one we needed. Sick. Cool. Yup. Otsukaresama deshita. Yoku yatta, omae ra.的な戦力差があるはずなのに、なぜチームってのはな、頭数じゃねえんだ。チームへの思い、仲間への信頼、強い絆、そういうもんがあれば1たす1は2じゃねえ。100にも200にもなるんだ。そんなこともわからねえなら、それがお前の敗因だ。ジョー、そしてキリュウさん、あんたら大したもんだよ。俺が悪に魂を売ってまで大きくした組織をここまで追い詰めたんだからな。それも自分の中の正義を貫いたままでだ。正直羨ましいよ、カズチ君。だがな、俺にも俺の考えがある。ここで引くわけにはいかないんだ。お前に何があったのかはタナから聞いたよ。お前の苦しみに気づいてやれなくて本当にすまない。だけどカラーズみたいなことをやるのはやっぱり間違ってる。もう一度やり直そうぜ。昔みたいに俺たちの正しいと思ったことをやれるジャスティスを。話したいのはそれだけか、ジョー。俺にはまだ成し遂げなきゃいけないことがあるんだ。ジャスティス最後の戦力だ。俺たちを倒してみろよ、気流界。このレインメーカーを倒せるもんなら倒してみろ。分かったよ。もうしみったれた話は終わりだ。言って分からねえやつには体で分からせるしかねえ。行くぞ。来いよ、カズチカ。ガッドファイト。Ha!
know you did not just- hold up. Don't die. 素晴らしい味だ。Nice. Mage da yo, Joe. Ore ga omae ni katte ta no. Kore ga hajimete da na. So datta ka?カズチカ、これでジャスティスは終わったぜ。さっきの続きだ。もう一度俺たちとやり直そう。俺たちの正義をもう一度貫こう。いいだろう。いや、まだだ。え？俺の本当に成し遂げたかったことはきっと今から始まる。どういうことだ？ジャスティスが終わった？何をバカなことを言ってるんだ、ジョー。ジャスティスは今から僕が支配する。僕がこれからリーダーとなり、カムロ町のギャングを支配する。僕はね、ある人の協力を受けて裏でジャスティスのメンバーを買収していたんだ。買収だと？ああ、うちの連中は岡田のカリスマ性に魅せられて入ってきたようなふわついた連中ばかりだ。ちょっと金を握らせるだけで大体の連中は簡単に俺に寝返ってくれたよ。だから岡田を裏切って俺についた連中がまだまだどっさり残ってる。普段は表に出ない人なんだけど、せっかくだからご紹介しよう。こちらにいらしてください、サツキさん。久しぶりだな、岡田。カズチカ、こいつは俺を拷問にかけ、俺の仲間や恋人を襲った張本人だ。あの時はすまなかったな。ちょっとやりすぎたよ。心が痛んだ。だがそのおかげでお前はジャスティスをでかい組織にできたんだ。感謝してほしいくらいだね。サツキさんはヤクザ、マフィア、あらゆる裏社会に精通している方だ。この人の裏についてもらえば、ジャスティスは日本最大最強のギャングになれる。お前、もしかして最初から？ああ、そうだよ。最初からジャスティスを乗っ取るつもりで近づいたんだ。岡田は本当によくやってくれたよ。僕を信頼してくれて本当に動きやすかった。だから裏でいろんなことを進められたし、感謝の気持ちしかないね。カリスマ性はあったかもしれないけど、やっぱりリーダーとしては三流だったのかもね。残念だったね、レインメーカー。雨じゃなくて
涙でも降らせるといい。どうした、気でも狂ったのか。はめられたのはお前らの方だぜ。俺がジャスティスをでかくした理由はな、お前をおびき出すためだよ。何？俺はお前が親しうちを許せなかった。 Why is our plot twist at a sub story of a game? 絶対に復讐してやろうと誓った。だがお前は裏社会の人間だ。あれ以来姿をくらませて行方不明。どうすればまた表に姿を見せるか。そこで俺は考えたんだ。I'm about to make this to a separate episode just so it isn't like that long.幸福に出てくる立場の人間ということは、まさか本当。じゃあ、俺が裏で。お前は最高か。クソか。俺は自分の手足として桐生さん。あんた。I'm good。こんなアホの孔明のジャスティスと組むより、桐生会と組んだ方がメリットありそうだからな。俺の手足になってくれ。報酬は約束するぜ。どうだ、俺がそんなものに応じると思うか。だよな、そりゃそうだ。なら俺は予定通りジャスティスと組んで桐生会を潰させてもらう。邪魔なお前らを消してカムロ町の生きがってる若造どもは片っ端からジャスティスに入れちまう。そしてそいつらを兵隊として使って犯罪を繰り返し金を稼ぐ。もちろん失敗しても捕まるのは若い兵隊ども。俺は安全地帯からそれをコントロールするだけだ。そう、ケツの青いか。俺の率いる裏組織行くぞ。はい。ジョー、今まであいつを倒さない限り俺は何としても。カズチカ、いや、 Wait, there's more? Okay, nah. We're finishing the game, forget itジョーがジャスティスを潰すために動いてくれ。え、まさか。まあな、お前がかき回してくれれば。だからお前をジャ、お前、ただこんなすげえ人が。キリュウさん、もしよかったらあいつを倒さないと俺。 I'd like to help but I care. I don't care that much.I care, I don't, but I don't care that much. Kiryu-san, thank you. Thank you. This is the final battle. Kiryu-kai の総力を上げて、あいつらを叩き潰す。お前ら、準備しとけよ。おう。おう。All right, so we are not finishing this today. No. Let's actually go do the main story and all that jazz. We gotta finish this game. Because when Coffee Talk comes out on Thursday, it's currently Tuesday. ありがとうございました。No, thank you. それでは出発いたします。All right, back to Onomichi. Let's finish the story.We got sidetracked, but that's fine.
Yeah, the problem with this game specifically is that you can't willingly travel from Onomichi to Kamurocho or Kamurocho to Onomichi like freely, right? That's the issue. That's the big issue. Huh. I'm gonna walk behind him. Alright, here we are. Well, there we go. There's our issue. There's our problem, huh? なるほどな。これがカムロ町ですか。はあ。タバコはいけんど、タカシラ。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀をしとけ。のう、兄貴。ナグマは二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院へ行く。なんじゃ、キリュウの兄貴。わしら東京まで来て留守番ですかい。余計なことを言うな、タカシラ。キリュウの兄貴はな、これから何年ぶりかでハルカちゃんに会うんじゃ。少しは遠慮せえ。悪いな。ナグモ、恩に切る。ええんじゃ。戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。Alright, so for the Yakuza 6, right, we need 6 people to walk in suits with us, as we normally do. So what we'll do is we will recruit one of Yuta and Date, as well as Haruka. Gotta recruit them. Kiryu! Aniki! おじさん、あの、俺少し出てますから。いや、いいんだ、お前もいてくれ。 Alright, I have an idea what I'm gonna call this episode. It's gonna be kind of depressing, but I don't know what I'm gonna call it. お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。 True. You still should. 黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか分かりゃしねえ。おじさん、ごめんなさい。Hug for the thumbnail.
Do it. You won't. Akiyama, let's go. Akiyama. おかえりなさい、キリュウさん。よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に、ハルカちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どこか、いい場所は見つかりそうか。そこそこのところは。相手は陽明連合会と登場会のトップだ。連中の目から完全にハルカたちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を点々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの。いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。今狙われてんのは俺だ。俺のせいで。パパ。お前らを危険に巻き込んじまってる。だが必ず何とかする。お前やハルト、そしてユータが一緒に暮らせるような。 So how much are we betting that Yuta dies at the end of this? いや、でもそれはハルカちゃんがもし望むならの話で。ユータ君。え？なんで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ、キリュウさん、俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと兄貴。一本電話をかけてくる。電話ってどちらに？ソミアだ。キリュウだ。ソメア、今話せるか？ええ、四代目は今どちらで？のんびり話してる暇はねえ。岩見恒夫と菅井の居所を教える。あいにく岩見の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。そうか、分かった。待ってください。どういうことです？菅井と会う気ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。岩見恒夫は四代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら、四代目、あんたまさか菅井と岩見恒夫を殺す気なんじゃ？驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしても、あんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎやしない。逃げられるのはうちです。そうか、分かった。兄貴。ユータ、お前らの助けがいる。え？ミレニアムタワーの菅井に殴り込みだ。すぐセレナで
南雲たちと合流して俺を待て。え、あ、わかりました。お前は遥たちを頼めるか。それはないでしょう、桐生さん。カムロ町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか。遥ちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。 Alright, come on, Akiyama, enjoy the Yakuza 6. あの菅井ってのが会長代行になってからのカムロ町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえにこらえてきた。今菅井に返しができるってこのチャンスをカムロ町住人代表としては指をくわえて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、俺も行きますよ、桐生さん。まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。 Welcome to the Yakuza 6. 100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。ああ、Join the Yakuza 6, Yuta. Kanaraz Buji ni kaisu. Ore o shinjite kure. Demo sore ja, oji-san wa? Ore mo mochiron, kaette kuru. Haruka, ii kou o unda na. Hahaoya ni da.お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな、うん、私のはるかっていう字とゆうたくんのゆうっていう字、うん、それではるとって読むの。そうか、ゆうたのゆうか。あの、ゆうたくんはいい人だよ。ああ、わかってる。わかってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いたけど。ん？ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん。ん？無事に帰ってきてね。No。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、ハルカ。All right. Let's do some right now.Do. Let's go. Back to where it all started. Yuta, I heard. Oh, the Yakuza 6. Let's go.
殴り込みじゃ言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ城で一暴れ。The end of the Kiryu saga. Oh boy. 東京門に味合わせちゃいますわ。殴り込み言うたら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやすさんにも見せたかったですの。行きましょう、兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。The Yakuza 6. Let's go. My favorite boy band. Kiryu and Yuta. Naguma. Akiyama. I forgot your name. It starts with an M.I completely forgot your name. I pressed the wrong button. Rather, I didn't press the wrong button, I held it for too long. Oh well. I'll just grab the screenshot. I'm not using that for the thumbnail, by the way. Probably not using that for the thumbnail. I'll be using that for my own thing. Name this boy band. Domo.四代目とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんな御用？菅井と話がしたい。だが、お前らの案内は無用だ。そこをどけ！動くなよ、キリュウ。Well, oh, yeah, right. I could do this. All right, So Akiyama, yet again, still fights the exact same as he does in 4 and 5. Also had the collateral damage buff on, huh? Alright, everybody. The frack? You guys just heal up for a moment.The frack did they get down there? Oh,
Give me that. Works. Alright, two of you guys stay behind. Alright, now three of them, that works as well. One moment. I just got a text, apparently there's a new Flash teaser, or something like that. Oh. I will be watching that in a minute, in a moment. Wee woo! I have to try to avoid watching this teaser on the screen. What the frack? I'm just gonna pick up the grenade and go. That name reminded me of Kurosawa. I'll say this right. Ghost of Tsushima, when that movie comes out, there better be an option for Kurosawa mode. That'd be sick. Take it, Yuta. Never, always let Kiryu lead. That's what I've learned. Okay, so, first of all. Gotta make sure you die. Ooh! I agree. Hope Yuta doesn't die, but I really do like Yuta. Daijoubu na wake nai daro. Jitto shite ro.
てられるわけないでしょ。秋山、雄太のことを頼めるか。キリュウの兄貴。動くなって。畜生。雄太。Give it, Yuta. Sheesh. お前に死なれちゃう。ハルカとハルトに合わせる顔がね。お前は生きろ。生きて二人のこと守ってやってくれ。兄貴。秋山、あとは任せたぞ。お気をつけて。To the top floor. なんという味だ。いい味だ。Just gonna. Yeah, this works. Help we get.Oh man. Man.Is that a helicopter, huh? Who's gonna throw that?Oh my god. Oh my god. Oh, I thought it was the helicopter. It's just this dude.How did you just die really quickly? Okay. I thought it was the helicopter. I've been reading manga recently, right? This manga called Ocean of Hell, which I've been hyping up for like a year at this point on my own, right? And the first episode of the anime adaptation came out.And people lost their minds. And I was like, now you see what I've been talking about.
So I started rereading it, or rather, no, I never finished it because kind of life stuff happened. And so I kind of restarted a bit, got up to the point where I was, which was like the chapter, like the 40s or something. And man, so good. Now I'm kind of getting to the stuff that I don't remember. Have you been to, it's just, it's Pete. Grab another one. Yep. And another one. Last one. Works as well. One moment. You, like, you first. Say, where do I go? This dude has a gun. Enjoy that, Nade. But just give me the RPG. Kiryu has never killed anybody. One moment. Let's just make life easier on ourselves, shall we? Guess not. Why must everything be hard? That's my question. Enjoy that. Guess not. Wait, what just happened? Why are they still alive? You know, yeah, Kiryu has never killed anybody, by the way. That is 3 TikToks of the group chat in the past 30 seconds.
あなたがお探しのものですよ、四代目。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりのものに対応させます。代わりのもの？お前はどこにいる？俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。All right, at the top. Los Andes. All right. Guess not. よく見えるな、キリュウ。おい。どういうことだ、ソメア。見ての通りですよ。四代目。てめえの相手はそこのソメヤだ。聞いたぜ。あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すごい。安心してソメヤに殺されな。何があった、ソメヤ。何があったって、行かれちまったんですよ、俺は。So anyway, as I was saying, dynamic control works good enough. Okay, so listen, right? Why? Listen, right? Let's just.That did absolutely nothing. Okay. You know what? I think this is our strategy. Doesn't do much, but. That's something. That studying the blade. Why is that so inconsistent? Superlative taste. Get rid of the sword.
Fight with your fists. Thank you. I can't use your phone right now. I need to use my phone, please. Bam! Die. じゃねえ。後ろで笑っている素骸たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママをDies。 岩見、ソメアにはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だがソメアはその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメアに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメアにとどめを刺してください。何すれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ、四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ、時間切れだ。待て。ヤイツ。ソメア。あなた。なんじゃこりゃ。キヨミ。あの子には、ヒロミには、俺。一度も手を挙げたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。
しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。わしが守りきる。安心せ。Just like that, Yakuza 6 are depressed. キヨミさんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあのキヨミさんが。許せ。こがなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって人塊になっているのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れれ。わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなぁど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしゃ。秋山、お前にはユータを頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん？清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないですからね。動くときは声かけてくださいよ。
一つ聞いていいですか、キリュウさん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうするかだったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手はキリュウさんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたらキリュウさんは菅井や岩見恒を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見恒夫と菅井が神室町にいれば、もうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが帝位を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。To the roof. Let's get this over with. Starting to stretch out a bit. Kiryu の兄貴、他の門はもう出て行った。俺に何か話があるんだろう、ナグモ。Kill him.岩見恒は明日来るすたけるの確かか。陽明連合会の二代目襲名じゃ言うて、いいのに探りを入れさせたんじゃ。登場会の菅井も来るらしい。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。ああ。ほいじゃが、わしと兄貴だ一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもり。どうやる。そいつは今日初めて聞く永遠に。わしはもういつ出てもええです。ほいじゃが兄貴は、うん、神室町に別れを言う。わしはセレナの中で待っと。用が済んだら声かけてつかさい。 Of course I need to do one thing quickly 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 one thing give me the chance to actually do something else. No. Which one did they have? So they have access to it. Thank you.Perfect. いらっしゃいま。All right, I think we're all good. I think we're ready to go.
That's all I wanted. Aniki, ho jattara. Ah, iko. では尾道人会長本社で今日午後石見平蔵会長の社葬が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた石見会長ですが、あれ、石見造船がこの難局をどう乗り越えるか、市の後継者である石見恒夫社長の今後の動向が注目されます。大したもんですな。お待ちしてました。二代目クルス・タケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですがの、あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。コシミス、広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ、桐生さん。勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部ケリがつく。わしら死にに来とるんじゃ。戻れる。かかってくんなら損格好で来いや。行くぜ。Why the fight of Mechanics this card and then it leaves? Listen, right? Welcome to Final Fantasy VI. Unfortunate, ain't it? Tiger drop, you like.Hey!
Why, where'd you get the extra health from? That's the question of the day. Tiger drop, you like. Absolutely not. I have to use something. I didn't want to, but I might actually die here. Please let it be over. Thank God. そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。Uh-oh. はるか。坊ちゃんも、なんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何。今日の昼、その本庄に。警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここ。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。Yeah, I absolutely saw that coming.
女とガキを死ぬ。Oh boy。指一本動かすな。貴様。おっと。Well, let's just assume that this is the final boss, right? 四代目。あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ。てめえも。だよ。俺を。甘く見やがって。死ね。あお。どけ、すげえ。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。Yep. Fine. I'll do it myself.父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。押さえつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国土クルスタケルの名は俺が名乗るべきなだ。10数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。さあ。踊れはこっちじゃ。 Oh my god. Oh. 岩見さん。兄貴、頭。 Time to kill. ハルカとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたわ。後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立って使わせ、兄貴。Bro, he was quick with that. Good lord. この死に族ないが。お前らが誰に喧嘩売ったか。これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん、踊れの相手はこっちじゃ。 おじさん。ハッピーファミリー。もうハハ、The Song of Life is playing ハハ in the background ハハ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。行くぜ。ダイナミック。Come on.
I was gonna say, why are you guys getting the ball? Works. I'll take that dynamic intro. Oh my god. I just love the things like he is nothing to me. Or we could kind of go all out on heals during this battle. Man, Tiger Drop. Oh my god! That almost killed me. Alright. Yeah, I'm about to go all out on heals for this one, because good lord, I could probably die in an instant. Common Tiger Drop W. Oh my god, alright, this could probably kill me. I can't be bothered. Just boost defense. Yep. Gotta go all out. We're gonna end it here. We might as well end it like this. Oh my god! Oh, this is our one royale that we're gonna use. Oh, no, okay, never mind. Alright, yeah, this is our one royale we're gonna use. We might as well use it. Ooh, that Tiger Drop. Alright. Before we die. Kiryu, we are not dying now.
Let's go. Mate, no. お前が地獄へ来るの。待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事でつがい女とかよこらせ撃ち殺せなぐもくShoots Kiryu instead. God, your aim sucks. Your aim, God, man. Yuta. Oh my God. Kiryu took the bullet, right?In classic Kiryu plot armor, he took the bullet and will probably survive. No, he does survive. That's right. I forgot. I played like a dragon. Or at least half of it. 75% of it. And I played... How long? I wonder how long I've actually gotten that game before I stopped playing it. Anyway, And I've seen the trailer for 8, so... キリュウの兄貴よ。短い夢だったか。Oh no.Man, this game is great. This game is amazing. I think this is my third favorite Yakuza game. Good lord, this game is great.
I think the ending would be more impactful if I didn't know that Kiryu comes back, and you know Kiryu isn't a main character in Like a Dragon 8 when that eventually comes out next year. But good lord, that was great. Can I skip the credits? No. Okay. Oh well. Da, da. That was phenomenal. Oh my god. I think my one issue with this game, once again, like my one big issue, I do feel like parts of the course when it comes to Yakuza, at times the story does feel kind of eh. Specifically Onomichi, Paul, let us call him. Specifically Onomichi, it does kind of feel kind of eh at times, but for the most part, it's great. Another thing, like I said, like I touched on earlier, right? Going from Onomichi to Kamurocho, Kamurocho to Onomichi, I wish that was available throughout, like, at least the second half of the game. And it'd be the first time, at least the second half, it'd make life much easier when it came to, like, Clan Creator and all that jazz. Other than that, this game is phenomenal. But Clan Creator ain't helping, right? Now I have to rank all the Yakuza games. Oh, is that it? Oh. Ah, it's an epilogue. Nice. 1 month later. Is that her daughter? Kiyo-chan wa zutto anta no koto ki ni kake totta nja. 3つの時に別れたんちゃったの？覚えてるんか？母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。ソメヤが。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。さあ。Know what we call this? Sheer plot convenience. It undermines the entirety of their... Oh my god.
まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったらあんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分にええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろう。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃのう。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろう。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。あとのこと頼むな田頭。松永の兄貴も沖縄に行っても達者でな。雄太、はるかちゃん、もちろん春ともじゃ。キリュウの兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを今度はこの子と歩かなきゃ。That was nice. Musho 出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで。四代目の首取られた言うて若い衆が生きり立っとる。 Glad to see that they're getting out. 俺も気持ちはわかるけどな。 Oh my god! そしたらどうする? No! 六代目。 My Wi-Fi, no! クルス・タケルは死に、息子の岩見恒雄もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。 No! 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 まあ、広島でもうちの報復が来ると思うとるはず。 We're still troubleshooter! We're still troubleshooter! やるんやったら早い方がええやろ。Oh thank god! Alright, I got it back!後悔している。言えた義理ではないか。 Alright. 俺は、We're back. お前の We're back. つもりだ。 We're back. I got it back. Let's go. ならば俺は親として伝えた。 Not much was missed. However, it's still an ideal. だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。I don't know when the Wi-Fi went out, that's the problem. そんな俺の前に、様々な親子の形が次々に現れた。
went out during the car. Okay. しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると堅くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の4代目だった。6代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大悟、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と。How old is Daigo? お前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺は Daigo in English is played by Roger Craig Smith. Sure. Alright, he is 40 years old, bro! 消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。Kiryu, you are only 8 years older than him. あの親子たちのことを思うと、今の俺には言葉もない。No words out of you. そんな俺が、No more speaking lines for you. お前や登場界の親だと名乗るしか。 I always considered you a son. Freaking 8 years older than... Oh my god, Kiryu. この手紙を読んだとき、もし俺が死んでいたとしても、バーバー、どうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ。Welcome back, goats. 親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で、陽明連合会にはこっちから申し出て、五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね。ナイス。ご挨拶をと思いまして。ああ。聞いたよ。おめでとう。それで、キリュウさんのことですけど。
伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああ、そうだ。Hi, Haruto. Oh, Yuta's with them. Nice. They just casually accepted. Oh, yeah, this is Haruto's. This is Haruko's boyfriend, by the way. There you go. キリュウさんの死を確認したのはあなただけだ。その後、遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。キリュウには遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらいますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。 Welcome back from the dead, 桐生。誰だあんた。私は政治家としてのイロハをすべて大道寺先生に教えられたものだ。今回の尾道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える。そんなだが、つまらん火種が大ごとになることもある。超大和型戦艦、クルス・タケル、岩見つねお、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。つまりあんたもその一人で、口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を述べ。何だと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？島大吾という男を無所から処分した。 So Kiryu got all of them out of prison. 奴が出てこないと
広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと、貴様、自分の立場が分かっているのか。条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生怯えて暮らせ。極道ごときが、舐めるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろう。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続ける。Man, Harry really just wants to disappear. 最後の条件はそれだ。何言ってんだ、キリュウ。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したと、あんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ。この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのか、お前。そんな真似したら、もう二度とハルカやハルトに会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった。その条件、飲もう。なんでお前ばっかりこんな。ハルカやハルト、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。So this is the song of life. Gambare, Haruto. I think this might be the longest Yakuza finale I've ever recorded.Zero is longer. Gambare.
Yeah, Zero's the longest one. This is second now. Followed by Yakuza 5. Ganbare. Yeah, still. W game. Amazing game. Phenomenal game. I feel like for some reason though, the Yakuza games are like games that I have a hard time replaying. I honestly couldn't tell you why. Like some of them I could replay, some of them I absolutely couldn't. But I don't pine to go back to any of them, which is so unfortunate, because I think this is one of my favorite series. However, it's not like I'm begging to like, I'm dying to go back and play a Yakuza game. It's the same thing with like Final Fantasy. There are some certain Final Fantasy games that I can't go back and play all the time. Good lord. There are certain Final Fantasy games that I can't go back and play all the time. Like Final Fantasy VI, my favorite game of all time, I've only played once because I don't want to ruin that experience for myself, right? I said I wanted to replay it for a project I'm working on, but I have a hard time doing that. Whereas Seven Remake, I think overall is just a very fun game, and I enjoy that game a lot. I think I've replayed Seven Remake 5 times. At this point, so yeah. Anyway, yeah, we are officially done. Yakuza 6. Next up, of course, is Coffee Talk, then Yakuza Like a Dragon. After that, should be very interesting. I have to decide on which one I want to do. Let me find the... Coffee Talk logo really quickly. Time to start making Coffee Talk thumbnails again. I'm very excited for this one. We haven't made a Coffee Talk thumbnail in a while. W game. Amazing. We have officially finished the Kiryu Saga! Man, great. Well, aside from some duds in the middle, great. Thank you.
No problem. All right. Well, yeah, that's the end of the Kiryu saga. Next up, we the Yakuza franchise stuff. We have to play Like a Dragon, Judgment, Lost Judgment, and Ishin. And then Gaiden comes out later this year. We still have a long ways to go. I know Like a Dragon is ridiculously long. So yeah, hope you enjoyed this Let's Play of something just got blasted in my ear. Good lord. Yeah, I am done. I'm done. I finished the game. I beat the game. I said I was ending the game today. I did what I did. Yeah. Thanks for watching the Let's Play of the Yakuza 6. See you next time. Bye.